ねえねえ、フエンちゃん、アキちゃん、じゃあ私と一緒に市場へ行けないの？え？市場ですか？スーパーやコンビニじゃないですか？はい、ベトナム人はよく市場で買い物をしますよ。行きましょうか？わあ、そうですか。面白そう。じゃあ行きましょう。さあさあ、皆さんどうぞ。今日のチキンはとても美味しいですよ。すいません、今日の鶏は新鮮ですか？はい、とても新鮮ですよ。どうぞ見てください。じゃあ、まあ、何の匹にするかな。はい、この匹の半分もお願いします。おばさん、すみません、それはベトナム語で何ですか？あ、これはティッヤですよ。あ、ティッカ。そうですね。いくらですか？6万ドンですよ。6万ドンもするの？先週ここにも、買ったのに、じゃあ5万ドンじゃないの？そんなに高くないですよ。今回はもっと美味しいですよ。じゃあ、まあ、しょうがないね。はい。じゃあ、はい、それをください。はい、どうぞ。あ、6万ドンですね。はい、6万ドン。はい、これです。じゃあ、どうもありがとうございます。いいえ、またね。はい、ありがとうございます。はい、またお願いします。もうお母さん急いで、お湯はもうすぐ乾くよ。おばあさん、おばあさんのお仕事は何ですか？私はこの2年間、ただ家で主婦の仕事をしています。毎日炊事とか洗濯をしたり買い物をしたりして、もう日暮れに なっちゃったよ。毎日の買い物するのはおばあさんですか？普段私がするんです。以前時々フエンちゃんのお父さんも、買い物に行ったこともあるんだけど、まあ腐る肉を買うやら、賞味期限の切れた油を買うやら、そう、だから私がする方がマシだ。わあ、そうですか。あ、じゃあ料理を作るのはガスレンジでですか？そうですね。家では、よくガスで料理を作りますけど、何か時間のかかる料理なら焚き火を使います。特にテトの時ですね。はい、バンチュン、はい、はい、バンチュンとか、バンチュンを煮たらぜひ焚き火を使います。はい。それから私たちはおばあさんと焚き火で料理を作りました。まもなく
食事の時間になりました。はい、いただきます。あの、アキちゃん、ベトナム語でこんもいかにゃあんこんと言いますよ。あ、そうですか。こんもいかにゃあんこん。あー、アキちゃんがすごいね。あ、まあ、アキちゃん、箸を使うことができますか？はい、できます。あ、そうですか。日本でも箸を使うこともありますか？はい、そうです。かつてフィエンちゃんは、どこかのアメリカ人の友達を家に連れてきて、彼はなかなか箸を使うことができませんでした。アメリカでは、食事で、箸を使うことがない、はい、ないと言っていました。あ、そうですか。日本ではみんなは箸を使って食事します。はい、今日の食事に特別なものは何もないので、遠慮なく食べきってね。あ、はい、うちの普通の食事には大抵、豚肉か牛肉、野菜、スープ、時々魚か豆腐もあって、ご飯はもちろんでしょうね。あ、はい、他には、ヌクマンと味噌は食事の味を加える調味料ですから欠かせないものです。私なんてヌクマンがないと食べられないんです。おばあさん、ヌクマンは、ヌクマンとは何ですか？ヌクマンは聞いたことがないか。それは、ただ、魚から作られたものです。わあ、そうですか。アキちゃん、これを食べてみて。あ、ちょっと。お父さん、日本で他の人に食べ物をつまむことがないです。もしつまみたかったら、箸頭を使った方がいいですよ。ああ、なるほど。じゃあこれでいいですか？あ、はい、ありがとうございます。あ、はい。夕方になって門府テイリンを訪ねることにしました。門府邸は門府村の中心の一番高いところにあります。本邸は約1800平方メートル西南の向きです。門府邸は礼中亨王朝の1533年に建てられました。その後、徳禄王朝の1859年には初めて処理されました。今までまだ残っている邸の中でここは一番古いだとされています。本邸は孔という字の形によって建てられ、正門邸には左幕、右幕、大邸があります。ここには山様、村の守護様、ロンラム村出身の英雄フンフンが祀られています。昔、男性の老人がここで村の大事なことについて話し合い、女性は入ってはいけませんでした。今まで毎年の旧暦の1月1日から10日までお祭りが行われます。1984年には国家の歴史文化遺産になりました。ベトナムの子供たちがいろいろな面白い伝統的遊びがあります。例えばコマ、鬼ごっこ、縄跳び、たこ揚げなどです。その中に私はたこ揚げが一番好きです。たこ揚げもベトナムの伝統的文化特徴の一つです。この子供だけではなく大人の人たちも遊びますね。
タコは鳥を象徴します。鳥は空を飛びますので、水の中の動物とは反対だと言われます。という意味で、タコが乾燥をもたらすものとみなされます。人はよくタコ揚げを遊ぶのは梅雨の後です。目的は乾燥の天気をお願いする。で、収穫と藁を乾かすこともうまくできます。ベトナムには男の子が水牛に乗って笛を吹いてタコ揚げを遊ぶ姿がとても親しい静かな農村のシンボルだとも言われるでしょうか。子供たちはよく自分で簡単なタコを作ります。普通の紙と竹だけでタコができますよ。夏に北部農村どこでも涼しい西南季節風が吹くとき、タコフルートの声が空中にあふれて、本当に素敵な田園の絵を磨きます。Một ngày trong veo, một mùa nghiêng nghiêng, cánh đồng xa mờ, cánh cỏ nghiêng cuối trời. Em về nơi ấy, một bờ vai xanh, một dòng tóc xanh, đó là chân trời hay là さようなら、ぜひ戻ります。